senses. Without you on my mind, not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me a やーどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。今回また親子道で声やりの動画を撮っていきたいと思います。今回ね、島アンチの動画となっていますので、どうしたら島アンチに最速で入れるとか、ちょっと説明していきたいなと思います。最初止めてくれた岩のところわかると思うんですけど、あそこに止めると、まあそこに敵がいると思って島アンチになった時入ってこないんですよね。今これ見て分かる通り、今電動の車が行ってるんですけど、そう、僕が止めた車のおかげでどっか引いてってるんですよ。っていうのをうまく利用してあげるみたいな感じで、意外とすんなり入れたりとかもしますね。でちょっとこっち近づかせないように、もう僕見てるよみたいな感じでやっていく感じですね。でまた島アンチになりましたと。はい、もうこれで急いで僕は入りに行きます。僕がここから入るのが多分一番最速なんじゃないかなって思います。この距離が短いんでね、 この岩からこの船付近の、登れる階段があるんですけど、そこが多分一番近い。泳ぐならね、泳ぐならここが一番近いと思います。でそこでまあとりあえず結構迷ったんですけど、僕の方から敵が入ってこられてもめんどくさいから、今回高級でアンチが決まるのを待っていくって感じですかね。でここから5倍速でやっていきたいと思います。特に話すこともないんだけど、まあ、そうだね、ちょっと雑談しようか。じゃあ最近ねパソコン購入させていただきまして、でまあいろんな実況ゲーム実況動画を撮りたいなと思ってるんですけど、まあ今ね設定とか編集とかをいろいろソフト入れてやってみたんですけど、めちゃくちゃ難しいねこれがね。まただから次出るのが、次どんな動画出そうかなっていうのを結構迷ってる感じですね。今ドラクエとポケモンやりたいなとか思ってるんですけど、それが定期的に上げれるようになったら、この勝てない動画終わってちょっと惜しい動画とか小屋コードのね、それをちょっと上げていこうかなみたいな形にしたいと思います。だからまあ荒野自体はやめるつもりなくて、シングルゲルダは相変わらずに配信していくみたいな感じですね。でメインをドラクエとかとかに上げていくみたいな感じで、ちょっと動画を撮っていきたいなって感じです。ちょっと荒野の方に戻っていくんですけど、倉庫の方でジジ組トカゲだったかな、前そういうキルログが流れたんですよね。でその方が今今240の方向にいるんで、まあ多分僕と接敵することになるのかなっていう感じですね。倉庫側の敵だからそっち側だけキルログ管理して何枚いるかとかもちゃんと見ておく必要がありますね。このやり合った敵がそう、ジジ組トカゲさんですね。でとりあえずジジ組トカゲさんがそこにいるということをちょっと頭に入れておいて、あとはもうギセラなる方、どこにあのシルバニアにも敵がいるよとか、まあ、大体島の中に何人敵がいる、あほらほら新しい敵も来ましたと。だから今倉庫には多分2人いるのかな、自分が目視してる段階では2人いるんで、ワンチャンやり合ったところをやれないかなとか、外で接触した側ね。でこれでまた銃声が鳴って、あ、寄り寄ってますね、みたいな感じで見てます。でも多分アンチ内の方はもう勝手にやり合ったりとかしてくれるんで、でももし高級入ってきても多分1回で同居になると思うんで、まあそんなに慌てずに、とりあえず自分が見てるアンチ外の方をちょっと警戒しつつ、何枚いるかとかのパークにしておいた方がいいかもしれないですね、このパターンは。まあでもこれは多分みんなできるよね、きっと。とりあえず島の入り方だけ僕は教えたかった、教えたかったっていうか、最速で入れるからね、あそこが。
あそこの車に置いておくと意外と敵が寄ってこなかったりとかもするから結構便利だよね。でアンチが寄っちゃったと高級に、でも今もう勝ちやんこれって思って、走行側の敵がね多分もう来るしかないから僕の方に、あいつ1枚を貼っておけばもう僕の勝ちは目の前ですねっていう感じでやってました。まあめっちゃ目たかれるんですよねこれで。めっちゃ話変わるんですけど、やっぱ迷彩服ってクソ強いですね。もうとりあえずねこの1ヶ月間はこの迷彩とジュースキンを迷彩にして戦っていこうかなと思ってるんですけど、これにした途端めちゃくちゃ調子がいい。やっぱり車を割られても伏せて移動できるしね、樹木もなんか強くなったしさ、あとジュースキン、まあ、また今度動画出すんだけどすっげー透けるんだよねジュースキンって木の中で、それで1枚やれたっていうのも動画で後々出してくんだけど、やっぱり迷彩モチベが上がんないっていうのはもう本当に確かなんだけど、でもやっぱりねやるからには勝ちたいからね、だからちょっともう我慢してこの1ヶ月間はとりあえず迷彩で頑張っていこうと思います。でもねこの動画全く迷彩機能してないんだけど、こういう決め込みとかはね、まあでもそういう集落に決め込みとかってやっぱ終盤ってさ地獄して耐久勝負とかになったりとかする時もあるからね、そういう時はやっぱり迷彩ついてるとさ、迷彩だったらバレずに捨てて医療入ったりとかもできるんで、やっぱりおすすめだよね迷彩って、本当にすごいいいと思う。そういや新しい電動データけどさ、どうなのかなあれ、強いのかな、なんかパッシブがついたみたいな、ガソリンがあんまり減らなくなったとかそんな感じなんだろうね。でも今僕らが使ってる電動もさ色変えた時にダメージ入らないとかそういうパッシブがついてるから、まあでも一緒なのかなそこら辺は。やっぱり階級がさ1個高くなる、今の織田信長さんのさ電動のスキン、見た目は完全に今の方が好きなんだけどさ、でもやっぱり強いよね電動が、旧電動が乗り換えられちゃうわけでしょこれから、今まで無敵だったのに、それがやっぱきつくなってくるよね。だからまあシングルベリだ、あのさガード機能とかつかないんだね結局。あれあったらさもうさすがにゲリラでは使えなくなっちゃうもんね、さすがにね。あです、オッケーなのかな、オッケーだね、ごめんね全然違う話してるんだけど、今マリカの動画を上げたからマリカもねガンガン上げていきますよ。マリカめちゃくちゃおもろいからね、めっちゃ下手だけどでも慣れたら絶対僕うまいからって自信はあるからね。はい、じゃあちょっとこれもう収縮始まっちゃうんで、もうね本当にどうすることもできないのよこの高級が入ってないアンチがね、もうがっつり高級入ってなくてもう外出るしかないんだよね、この僕とこの足元で、あと一人が海岸側にいて確実に海岸側の有利なんですよ。で僕らはどうしたらいいんだと、とりあえず出て地獄しまくるとかでも考えたんだけど、多分見られてるしね、だからもう突き進むしかないんですよ適当に叩きまくって。そうほらこれ見てみたら分かるんだけど2メートルで、僕とこの足元のやつがやり合わなければ無理、撃たれます、はいもうやばい、とりあえず僕と同居してたやつを殺します、はいやれた、残り1枚もうこれ詰めるしかないですよ、いけいけ頑張れって時にやられ、おおめっちゃ当てたのにって感じで2位でしたって話です。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。